国際的に共通語とされます英語、その重要性がますます高まっています。英語コミュニケーション学科では、その英語を実践的に学び、高いコミュニケーション能力を養成いたします。英語コミュニケーション学科では、1年時に話す、聞く、読む、書くの4技能を基礎から徹底的に学びます。2年次では就職を希望する場合はビジネス英語、4年生大学への編入を希望する場合はディスカッションを中心とした英語といったように、それぞれの進路に合わせて専門科目を学んでいきます。それでは実際の授業の様子をちょっと覗いてみましょう。コミュニケーション論では、コミュニケーションの方法について学びます。授業では、クラスメート、先生と積極的にコミュニケーションし、ディスカッション、プレゼンテーションなども行います。そうした積極的なコミュニケーションを学ぶことによって、それが英語学習への第一歩となります。自分と違う考えを持っている人って、特に文化とかの違いを乗り越えていくためには、自分の話を言うことも大切だし、相手の話を聞いていくことも大事だと思うんで、異文化交流という点において、海外の人と意思疎通をするためには、この授業は大切だなっていうふうに感じました。イングリッシュコミュニケーションでは、外国人講師による少人数の授業によって、日常の会話表現、ディスカッションを通して、スピーキング、リスニングの力を身につけます。In an apartment or with a host family? I prefer to live in an apartment alone. Oh! Because I want to relax at home. This one's a good answer. 授業はすべて英語です。最初は少し心配かもしれません。しかし、徐々に聞き取れるようになります。私たち教員も時々素晴らしい成長ぶりに驚くことがあります。こうして英語を話す、聞くということがだんだん楽しくなっていきます。今まで話す機会が少なかったので、英語をもうちょっと話せると自分の中では思ってたんですけど、実際に喋るってなると全然言葉が出てこないことが多くて、すっごく頭を使うので疲れるんですけど、英語が好きなので楽しいです。イングリッシュコンポジションではライティングの力を身につけます。ライティングは言葉を学ぶ上で一番の基礎となります。イングリッシュコミュニケーションと同様、外国人講師による少人数のクラスで、センテンスから始まり、パラグラフ、エッセイに至るまで文法を学びながら、ライティングの力を高めていきます。短大入って英語はたくさん勉強するだろうなっていうのはあったんですけど、なんか あんな気さくっていう、なんですか、フレンドリーに授業できるんだなっていうのは知らなくて、今すごいなんか驚いてます。毎日に1回目は本当に英語だけだから、はい、私無理かもって思ってたんですけど、3回目になってきて、あ、私今できるかもっていう、だから今英語を勉強しててすごい楽しいし、これから力になるんだろうなっていうのは、なんかもう希望を持ちながら取り組んでます。Introduction to Interpreting では、4技能の応用として、逐次通訳、同時通訳を学びます。リピーティングやシャドーイングという練習を通して、リスニング、スピーキングの力をさらに高めていきます。そして将来、プロの通訳者になれるだけの実力を養成いたします。英語と日本語をそのまま訳しちゃうと、こう日本人に伝わりづらい日本語になっちゃったりして、その自分の頭の中で考えるのはとても難しいんですけど、でもそれがうまくこう訳せた時にすごく嬉しいなと思って、それがとっても面白いです。今までよりも流暢に話せるようになったり、こう英語から日本語に変える時のスピードが前より速くなったりしてきたかなとは思います。キャンパスで全ての学生が活用している iPad。 授業中でもわからないことがあれば、すぐに辞書やインターネットで調べることもできます。
授業で使う資料が配信されたり、スケジュール管理なども行うことができるので、キャンパススタイルが大きく変わります。そして2015年から少人数で行う演習形式の授業、基礎ゼミナールがスタートしました。江戸時代の、水環境、短大での2年間を主体的に過ごすためにどう取り組んでいったらいいのか、さまざまな課題を通し解決に向け考え、チームワーク力、コミュニケーション力などを身につけます。新しく始まる短大生活を不安なく過ごすために、短大での学び方を学習する授業です。最初にあった授業が多分ゼミだったと思うので、やっぱり私もゼミで友達が本当に増えたし、自分で自主性がないと埋もれてってしまうので、やっぱりそういうコミュニケーション力っていうか、自分の意見を発信するっていう力はこの基礎ゼミがないと鍛えられないのかなっていうふうには思いました。自分が確実に成長できるなっていうのは先輩たち見てて思えるので、だからこそ頑張れるっていうか、私確実に成長しているって思えるから、もう頑張れます。 Hello, prospective students. How did you like the introduction of the Department of English Communication? I hope you enjoyed. Please come and join us and let us help youto make your dreams come true. We'll be looking forward to seeing you soon. Thank you.